メディアを再生するスナデン・シャク,クの党主席、リュウ影響説明へ。2019年6月28日に日本の大阪で開催される G20 サミットで国際社会が香港の人々が2019年の2020年香港民主化デモ問題について話し合うのを助けることが期待されます。スナデン・シャク,クは2015年4月14日に結成された 香港の本土派の中核政党であり、香港左田区で活動する地域政党。区議会では、香港全域で2意議席を占める。現在の党首は、香港民主化社会活動家、劉英忠氏。2015年に砂田社ン尺落が設立された後、当時22歳だった、高ウマナブレは、2015年香港区議会選挙で議席を獲得し、 砂田区で最年少の区議員になりました。2018年左伝釈毛落党主席、劉英忠氏は、深海東への出馬に関心を示し、立法会議員の資格を失った若、アリン・ハック・キャンプの青年申請の了承必しから、全面的な支援を受けたと述べました。2018年1月31日、香港の選挙管理当局認定し、立候補資格がないとした。 通知には、劉氏が2016年に、Facebook での香港の独立を支持し、2018年1月に表明したと記載されています。劉氏は2日、深海東部の議席は、了承久氏、または、粒天に属しているだけでなく、本土派のアイデアに同意するすべての有権者に属する。陳は、劉氏が、香港本土派という用語を使用していると信じて、了承、久氏の置き換え。 または置き換えを主張した。また、漁師によって公的にサポートされていました。2017年12月に Facebook のページで、劉氏が政治的現実に基づいて香港の独立を支持しなくなったとの声明について、チンは劉氏が少なくとも香港の独立を支持してきたことを実際に認めたと主観的に判断しました。彼は、 劉氏に選挙に立候補する権利を不法に奪った。その後、劉氏は5月に高等法院に選挙申し立て書を提出し、機関役員の決定に異議を申し立てた。2019年9月中旬、高等法院は、劉氏の選挙請願が勝ち、補欠選挙に当選した現新民主同盟議員の判、国威が不適切に選出されたとの判決を下しました。が2020年、 に選出された創設党員、高学礼設立サデ伝区議会の副会長に選出される。砂田釈望尺は、新海東地方選挙区立候補に、民間集会団体スポークスマン・リュウエイタダシ、そしてハチビットサデ伝、区議員李志光、長柱法、高学礼、陳運ぶ通り、両柏安氏石、武志連、ロノリアキ、広式佐を推薦し、 民主派予備選挙に参加した後、二万六千七百七票で勝利し、出馬資格を得た立法会選挙、二千二十年七月三十日、福間、ま、リューシレルの十二ビット民主派候補者指名される向こう。こうした中、林定月が行政長官は七月三十一日、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮することを理由に、緊急状況規則条例を適用して、 選挙を1年間延期し、2021年9月5日に執行すると発表した。しかしこの延期には、香港の放送界からは違法との指摘も出ている。ありがとうございます。